続いてはお隣宮城県からお越しの上町消防団中新田火伏の蔵前保存会をご紹介します。宮城県旧中新田地区は早春から初夏にかけて奥羽山脈から吹きつける強い風のために大火に見舞われることがたびたびありました。この地区に室町時代から伝わる火伏の舞は、雲は竜に従い風は虎に従うの中国の故事に習い、虎の意を借りて風を鎮めようと稲荷明神の初馬祭りに虎舞を奉納、火伏を祈願したのが始まりとされています。お囃子に乗って町内を色鮮やかな山車と虎が練り歩き、家々の防災と家内安全を祈願します。唐津工事の祭典本部前では高い屋根に登った数匹の虎が午前と午後合わせて7回勇壮な舞を披露します。それでは上町消防団中新田火伏の舞、火伏の虎舞保存会の皆さん、お願いいたします。どうぞ拍手でお迎えください。会場の皆さん、こんにちは。私たちは隣の宮城県上町中新田火伏の虎舞保存会でございます。本日は第12回全国虎舞フェスティバルの開催、おめでとうございます。私たちは2014年、2018年、それで、今年2022年と、3回ほどご招待いただきました。来るたびにですね、だんだんこの釜石市の復興が進んでいき、きれいな街並みがだんだん元に戻ってきているのを見て非常に嬉しく思っております。我々保存会は毎年4月29日に開催されます、宮城県重要無形文化財の初馬祭りで、防火思想と保存継承を目的に日々活動しております。本日虎舞の舞を3つの舞を披露させていただきます。まずはじめに、静かな林で始まる本調子の舞をご披露したいと思いますので、よろしくお願いいたします。Thank you.
次にですね、目覚めの舞という演舞を行いますが、この目覚めの舞というのは、虎が眠りから覚めてですね、獲物を取りに向かうという様をご披露いたします。で、実はですね、我々 の毎年4月29日に行っております初馬祭りですが、このコロナの影響でですね、今年含めて3年ほど中止になってしまいました。で、こういう大きな舞台でですね、こういう演舞をするのもかなり久々でですね、今日のメンバーもかなり緊張していると思います。ちなみに私もこうやって皆さん、大勢の皆さんの前で喋るのも4年ぶりで、実は非常に緊張しております。で、今日のメンバーはですね、ベテランから中堅クラスのメンバーで来ておりますが、実はですね、この舞の方で2人ほど今日こういう大きい舞台で、演舞をするのがデビュー戦という2人がおります。お二人ちょっと手挙げてもらっていいですか。はい、顔はベテランのような顔してますけど、実はこういう演舞今日デビュー戦です。昨夜かなり緊張していたみたいでですね、我々よりもちょっとお酒の量が多かったのかなと思います。ですので、皆さんほんの少しでいいですから拍手をいただければ、彼らのこれからですね、もっと表現を得るように頑張ると思いますので、よろしくお願いします。それでは、目覚めの前に入りますので準備お願いします。
舞がご披露できたと思います。我々もですね、オリンピックと一緒で4年に一度ほど招待されておりますが、なんて言うんでしょうね、気持ち的に第二のふるさとに帰ってきたかなというような気持ちでおります。またぜひお声掛けいただければですね、ぜひ参って演舞をしたいと思います。では最後になりますが、岡崎の舞、これは荒々しく勇壮な舞でございます。で、本来ですと皆様のところに虎が行ってですね、お一人お一人頭を噛んでですね、防火はもちろんのことなんですが、無病息災、五穀豊穣、いろいろとご利益があるでございますが、今こういうコロナということでですね、今回は皆様のところには行けません。申し訳ないんですが、ただですね、カメラで携帯でもいいです、写真動画を撮っていただいてですね、待ち受けにしていただければご利益があるのかなと思っております。で、私もですね、待ち受け今朝までしてたんです。で、なぜか知らないですけど、いつの間にか待ち受けが孫に変わっちゃってまして早速また待ち受け変えたいと思います。では、最後になります、岡崎の舞、勇壮な舞をご披露したいと思います。じゃあよろしくお願いします。Thank you.
はい、ありがとうございました。皆さん写真撮れましたでしょうか。もし撮れなかったという方おりましたら、写真撮影の時間を10秒ほど設けますので、どうしましょう。じゃあ黒さん、すみません、面かぶっていただいて、ちょっと構えていただいて、前に進んでいただいて、ではよろしいでしょうか。カウントダウンします。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、すいません、大丈夫ですか。先ほどもお話ししましたように、ぜひ待ち受けにしていただいて、お守りにしていただければと思います。最後に、この釜石市の文化祭と市民皆さんの健康を祈願して、舞をさせていただきました。本日はありがとうございました。また、この地に戻ってきたいと思います。よろしくお願いします。